はい、こんにちは、カパパです、ここはね、まあ、八ヶ岳が見渡せるスキー場ということで、富士見のパノラマリゾートですね。はい、こちらに来てますということでございまして、今日は三笠山を登ります。はい、すいません。はい、マナスル山荘に泊まる場合少し安くなるみたいですね。はい、まあその旨受付で言ってください。おお、眩しい。テンション上がるよね。おー、うわー、すっげえ。でも、でね、一昨年来た時もね、もちろん景色は同じなんですけど、あまり八ヶ岳に雪がなかったんだよね。いやー、最高だね、この天気。あ、諏訪湖が見える。おお、いやー、すごいね、諏訪湖の向こうにはさ、ね、北アルプスが。これ GoPro だね、今ね、グイッと伸ばしましたね。グイーッ。ちょっとぼやけちゃってるけど、諏訪湖の奥に、白い、峰が見えますね。はい、林道出ました。いい地図があるね。うん。はい、今ここね、ゴンドラ駅から降りて、で湿原を通って、マナスル山荘に寄って、そこから入笠に、今日は行こうと思います。はい、改めましてこんにちは、カッパパです。今回の動画は2話構成になってます。第1話、エピソード1は、入笠山登山からマナスル山荘チェックインまで、そしてエピソード2はマナスル山荘宿泊編です。それではどうぞ。コーギー軍団。入笠湿原です。いや犬気持ちよさそうだね。やっぱ犬はあるべきだね。うちの犬は寝てるけど。
空の青さ半端じゃないの。今年は俺さ、お天気に恵まれてるよね。頭ぶつかりそう。ああトイレがあった。はい、入荷者で大和さんに会いました。はい、3、2、1、グー。あ、今ね、偶然大和さんに会いました。声をね、ちょっとかけていただけるとまだ動画作成意欲が湧くんで、よろしくお願いします。ね、さっきの話じゃないけど、一昨年来た時はさ、ここアスファルト出てたもんね。凍ってた。はい、一昨年はね、こうぐーっと上がってって入荷さ登ってったんですよ。今日はね、マナスルに呼びます。マナスル山荘です。あっという間だったね。はい、これからね、入荷さに向かいます。ここから山頂まではね、まあ夏道で30分ぐらい、冬道でプラスアルファぐらいだと思うんですが、相変わらずの寝不足運転で来たんで、ゆっくりゆっくり登ります。抜けたよ、抜けた抜けた。ほら、うお、蓼科までくっきりだぜ。あとちょっとだ。ここはこけんなよ。出たね。うわ、今日はすごいな。奇跡だな。はい、1時48分、入荷山です。いや、疲れました。
一番好きな山、八ヶ岳を、脇に見ながら乳化さを降ります。さっきはね、直通できたんで、巻いております。行きましょう。はい、あ、そうだ、あそこにあの黒いポットが2台置いたの見えますか？あ、あります、はい、あれコーヒーと紅茶とハーブティーが準備してますので、あ、はい、あのご滞在中はずっと帰るまであのご自由にいただけますか？あ、嬉しいです、ありがとうございます、はい、あ、こう Wi-Fi 使えるんですか？使えます、ここにお部屋にも書いてあります、はい、アンナプルナ、はい、おお、アンナプルナってはい、コーヒーカップで飲んでいただいて、あとほうじ茶がご用意してありますので、はい、タオルはオリジナルなんですけど、はい、ありがとうございます、はいはい、ご親切にすみません、ありがとうございます、はい、はい、いやーすごいホスピタリティだね俺もいろんな山小屋泊まったけど、うん、もう最高かもしれないね、うん、ホスピタリティでも六条間はね、餃子小屋以来だけどね YouTube で出させてもらっていいですか？いいです、大丈夫です、ありがとうございます、素晴らしい、うわ、びっくりした、すごい豪華